かったのか。水泳は選択だけど男子は最終日に全員参加。事情が違うわ。いつも思うけど安田先生よく教師になれたね。服のままでいいですか？俺も服のままがいいです。溺れに行く気か？スクープ、生徒の皮膚を剥ぐ残酷な高校。勝手に見出しみたいにするな。ずるいぞ宮村くん。先生、俺もその日見学です。生徒会長。先生、俺水着持ってないんですよ。おお、心配すんな。片桐入るんじゃなかった。片桐入ってなかったら堀と出会ってないだろう。でも会長はまだいいよ、水着になれるんだもん。英語って担当俺じゃねえかバカ。俺も水着になるくらいなら公開ギロチンのがまだいい。本当ですよね。佐々木先生にちゃんと言ってくださいよ。言うけど期待すんなよ。宮村くんは生理、俺は爆破で損傷。以上。シュー、飛び込むな。プール最高。熱くないのか宮村くん。戦国も入れよ。誰もいなかったらね。上司かよ。お、真面目にやってんの軟弱者。お、きょうちゃん。あやさき生すちゃん。本当だ、かわいいな。やってっか。メシオ。メシオ。やめろよ、ガチで迷惑。寺島先生、補習の男子の教室をお願いしたでしょ。バカですかあなたは。腰何センチ。知らん。戦国は何、泳げなかったりするの？俺も基本泳ぐの好き。健康体の見学人が言うセリフじゃないぞ。そういえばさ、戦国さんと宮村はなんで見学なの？めっちゃ元気。キラルルン。